皆さんこんにちは。信州長野ドライブ、前回エピソード1では中山道木曽路を北上して国宝松本城までやってきました。この松本城、平城なんですけど、天守からの眺めは壮観、アルプスが一望でき、信州に来たことを実感させてくれます。お城出て時刻は11時過ぎ、そろそろお昼しましょうか。信州来たらやっぱりそばでしょっていうことで、松本城の近く町中にある閑静な佇まい小林本店でお蕎麦いただきます。馬刺しや天ぷら、中でもね、出されたこの蕎麦茶がほっとしてものすごい美味しかった。ごちそうさまでした。で、次に向かったんが安曇野にある大王わさび農場。わさび言うたら山あいの限られた土地で細々と栽培するイメージなんやけど、ここのわさび田は全国でも最大。北アルプスの湧き水をふんだんに使って良質のわさびを栽培してます。でね、驚いたことにここ入場無料、すごいでしょ。自由に見て回ることできます。夏場はこうしてね、遮光ネットが一面に貼られてるね。国道19号線をね、北上してます。松本、安曇野、こうやってね、長野市の方向いて走ってます。今回のね、旅の目的が一つあってね、西国33箇所の札所巡りっていうのがあるんですけども、関西の方ね、あれでね、もうコロナの前になるんですけども、全部まあ達成して、それのお礼参りっていうのがね、善光寺さんいて、長野のね善光寺に、そこがお礼参りするところっていうのでね、例えば四国のお遍路さんやとね、80か8か所回って最後お礼参りどこ行くんや言うからね、高野山、和歌山にあるね世界遺産高野山に行くんですけども、西国のね場合はね、この長野の善光寺になってるんで、今回ねなかなか行きやんかったですけども、コロナで、はい、善光寺お礼参りに行こう思ってます。
お腹ペコペコでやってきたんがここ。お昼そばやったんでがっつりお肉食べに来ました。せやけど来週健康診断あるんで野菜たっぷり取ってきました。これで血サラサラになるかな。あかんか。もう再検査とかもうかなんしん。皆さんも体調気ぃつけてくださいね。今回はここまで。お疲れ様でした。念願のお礼参りも無事済ませてホッとしてます。最後は善光寺平の夜景と向こうに見えるのは飯綱山でお別れです。次回 G350 の旅エピソード3、修験の山戸隠。そこは野鳥の楽園でした。お楽しみに。